最終章、名を消した男。上流、先ほど鶴野さんから連絡がありました。三代目西谷誉は死亡、鬼神会の拠点も焼けたと。鶴野は初めから西谷を殺す気でいた。ええ、近江連合の解散を前に西谷の排除は避けられません。その最も確実な方法は彼を殺すことです。それを望まないのはあなただけでした。そうだったんだろうな。近江連合と東条会を同時に解散させるとなれば、血が流れずには済みません。西谷の死はきっとそれを最小限に抑えたはずです。より大きな犠牲を出さないためには誰かに泣いてもらわなきゃならない。天下国家を語る連中はいつもそう言ってことを進むかもしれませんね。鬼神会は殺し屋の元締めのような組です。西谷の手もだいぶ血で汚れていました。彼の犠牲が役立つなら私もそのように進めます。渡瀬や大吾も同じだと思うか。少なくとも理解はするでしょう。彼らは組織で万単位を束ねる立場。おそらく日常的に残酷な損得感情を強いられてきた。例えば今回の件を知って鶴野にペナルティを与えるか。答えはノーです。仕事が一段落したんで報告に寄っただけなんだ。鶴野に聞いていたんならそれでいい。とにかく近江の解散を前にその最大の障壁はなくなりました。あとは渡瀬の出所を待って極道の解散を見届けるのみです。あなたも一旦蒼天堀を引き払ってはどうでしょう。また渡瀬が出所する前日にでも戻ってくればいい。寺にこもってろってことか。今すぐにとは言いません。やるべきことが済んだらで結構です。今夜はお疲れでしょう。赤目さんのところでゆっくり休んでください。なるほど。いやでもなんかさ、まあ私はこの桐生一馬っていう男の生き方を知ってるから、いや絶対納得してないなって思うんだけど、まあだろうな。私あそこで本当に私も西谷を殺すとは思ってなかったからさ、衝撃ではあったんだけど、まあそれを他が、まあそれにしろね、渡瀬さんにしろ大吾にしろそれについては言わないと思う。私も極道の解散っていう目の前にしたらね、いやでも桐生ちゃんの気持ちもあるよな。したくなかっただろうな、その殺しの渇望みたいなものは。まあひとまず赤目さんとこに戻るんだけど、でも最終章って書いてたからさ、それこそ赤目ネットワークももうちょいやりたいんよな。でもなんか西谷くん生きてそうな感じありましたけど、あの感じ怖い男です。すいません。上流待っとったね。ちょっと赤目ネットワーク見せてもらっていいですか。お疲れさん。あ、じゃあこの辺やってこうかな。なんかこれってなんでどうやって解放されてくんだろう。あ、解放条件とか書いてる。シルバーランクになるで、なおかつあこの辺をクリアしていったら出てくるんだね。じゃあハンマー男解き放ってこようかな。ん？ハンマー男を解き放って、この依頼は何だ。上流、この前キャッスルの地獄チームランプル用に上流会結成したやろ。うん、でスカウトしたいメンバーを探してる思てな。あ、なるほど、いつものやつですね。そしたら深川っちゅう作業員を嫉妬した。そいつは強いのか。もちろんや、日々の重労働で鍛えた肉体が振り下ろすハンマーはコンクリートを軽々と打ち砕くそうや。すごいですね。まあそれが仕事だからな。バッチリ頼むで。深は小区長の工事現場におるはずや。他に取られる前につばつけたらええで。
わかった。ハンマー男を解き放って、解き放ってがちょっとよくわかんないですけど、ちょっと解き放ってきますね。さあ、小福町の工事現場付近ってことは、あのヤッピーくんとかいるあたり、あ、いたいた。これですね。あ、でもなんかでかいな。深川ってのあんとか。え、あのあなたは？ん？え、聞いてないの？よろしく頼む。俺はジョーリー。ワケは共に戦ってくれる人物を探してるんだが。そんな人が僕に何のご用でしょうか。どうしよう、なんか見た目よりだいぶこう穏やかな人というか。 あんたをスカウトに来た。何？え、僕を？そのハンマーを軽々と振り回すあんたは相当な強さだという話を聞いたんだが。 あそうですね、僕中学卒業してからずっと現場一筋で働いてきましたので、ごめんね、一筋も言えなくて。このアイオのハンマーは今では僕の一部みたいなものです。僕とこいつに砕けないものはないと思いますが、なんか思ってたよりいかつくないというか、だろうな、手に馴染んでるのがよくわかる。そうですか、性格はおとなしそうだが、まあ強さには関係ねえ、とにかく使うって。なんか俺のチーム入って一緒に戦ってみないか。ありがたいお言葉なんですけど、それってきっと無理っていうか、何か理由があるのか。借金があるんです。仕事を始めたての頃、高価な敷石をハンマーで砕いてしまったんです。ああ、弁済額は全部で500万と言われ、僕はもちろん払えなくって親方が肩代わりしてくれたんです。え、500万もするものなのかな。敷石で500万だって。石は高いというか、それにしたって相当やっちまったな。え、何それ、フロア全体壊したってことだ。もうそれ以来恐怖ですよ。何をするにも慎重に慎重にって気をつけたら、もともと荒っぽかった性格がこんな風に、あ、なるほど、それでこういう性格に変わっちゃったんだ。ともかくそれからコツコツ返済して、それでもまだ100万円ほど借金が残ってるんです。申し訳ない。それを返し切るまでは親方の目の届かないところへ行くつもりはなくて、すみませんが、深をスカウトするには借金をどうにかしてやる必要があるな。散々稼いできてやる、マジかよ。そうか、そういう事情があったんだな。仕事中に話し込ませて悪かった。いえ、お前その辺のガチャより高いじゃねえか。ああ、いえ、こちらこそご期待に応えられずにすみませんでした。いや、え、100万準備したらいいんでしょ。サイドストーリー100万円集めるなってるし。お、深は、あの、あ、上流さん、どうしたんですか。この100万を渡せば深川の借金は返済できるはずだ。渡すか。いや、渡すよ。ここまで来たら渡すけど、ここに100万ある。これはあんたの借金に当ててくれ。何？どうして赤の他人のあなたが僕なんかのために。いや、怖いよね、詐欺かなんかって思っちゃうよね。何、手付け金みたいなもんだ、気にすることはない。本当にいいんですか。男は一度出した金だ、そう何度も確認する必要はない。いえ、ダメです、受け取れません。遠慮するなと言ってるだろ。いや、でも遠慮っていうか怖いんだよ。いえ、騙されそうで。いえ、そうじゃなくて、そんな大金持ってるだけで怖くなっちゃうんで、お金は直接親方に渡してもらえませんか。なるほど、仕方ねえな、わかった、持ってくよ。頼みます。すみません、よろしくお願いします。なんかこの感じ親方超悪い人なんじゃねって思っちゃうんだけど、親方でもこの辺いるっぽいよね。親方さん、親方さん、どれ、親方さん、あ、これ、え、親方さん、え、これ親方さんじゃない、これ誰だよ。あ、これか、親方さん。なんや、あんためっちゃピアス開けてるタイプ。よろしく頼む。カーの知り合いだ、彼の代わりにこれを持ってきた。この金は、あいつに聞いた、まだ返してない借金がこの額だそうだな。失礼やが、あんたなんでこんなことを。深川に用があるんだ。だが借金を返すまではここを離れないとそう言うんだな。つまりあんたはあいつの身元を引き受けたいんやな。簡単に言うとそういうことだ。そんなら残念やけどな、これじゃチート足りひんわ。なぜ、うん、え、何、あいつがハンマーで貴重品ぶっ壊したのは一度や二度じゃなくての。深川に聞いてた話と違うぞ。そうだね、相手の借金ほんまはそんなもんちゃうんや。それに利子も乗って、そうやな、今じゃ1000万ほどやろか。あ、こいつ足元見てね。え、だってなんか一回壊してから怖くてちゃんと慎重にって言ってたで。あいつ証拠あんのかよ。
ねえ、疑っとる、疑ってるよ。ああ当たり前だ。払う気はないと。ああ、そっか。ならしゃあないな。何がしゃあないんだよ。助けてーな。ルカは助けてくれ。何？何？え、嘘。え、そういう感じなの？え、ルカ。お、親方どうしたんですか？この男がわしを脅すんや。金なんか払えん言うこと聞かな、殺すと。うん、そういうことか。悪い男ですね。そんな僕の恩人をあなたのこと信頼してたのに。いや、お前信頼する相手間違えてるって。おい上流、てめえ原型保てねえくらいぶっ壊してやる。嘘だ、100万も出そうとしてるのに頭に血が上ってやがる。こいつはヤバそうだな。正気に戻れ深川。深川バカ、ちゃんと信じる相手を選びなさい。おら深川、おら。いやー、なんか変な上司に捕まって、しかもそれを信用させられてるっていうのがかわいそうだな。まあいい子なんだろうな、人を疑わないっていう。ん？何しとるんやかは、さっさとこのとこボコボコにしたらんか。ああ、でも何がでもや。お前の価値はわしの言うことをおとなしく聞こって聞くとこだけやろが。何？お親方？ん？もうええ、この役立たずの。二度とお前に親方なんて呼ばれたないわ。自分を慕ってくれた男に随分な言いようだな。もうなんならこいつがなんていうの、石壊して肩もせさせてる感じも出てくるよな。知らんボケ、またどこぞのアホな中卒捕まえてくればいいだけよ。世間知らずに借金せわすなんぞ、朝飯前やからな親方。ん？どうせそんなこったろうと思ったのに。何？親方どうして？だってそれにしては高いもんな。おいお前ら、これ全員中卒軍団ですか？ん？深川がここを出たいそうや。うち流のお見送りをしたれ。みんな洗脳されてんの、みんな借金相和されてんの。いい加減にしろよ親方。よくも信じてたのに。おい、あ、ぶち切れたんじゃ。やったれ深川、上位背中は任せたぞ。頼もしいじゃねえか。行くぞ。あ、でも一生戦ってくれるんだ。まあやっていくか。でもなんかどっちかって深川には親方しっかりやってほしい。やったれ深川、あのおっさんやったれ、そうだやったれ、痛い。深川やったれ、この男やったれ、深川ボコボコにやってやれ。さあ、いやでも多分騙してんだろうな。中卒っていうあんまりこう社会経験がね積んでない子たちが騙されてるんだろうな。悪かったか、この通りや。今までの金全部返せ。親方、僕の借金はないって。多分もともとあんなもん最初から嘘っぱちや。もうええで、どこへとなり行ってしまえ。返せ金。くん、泣いてんのか。いいえ、自分の愚かさを笑ってただけです。前向きで助かる。まあ騙されんなよ。もう上流さん、あなたはこんな僕のことをスカウトしてくれると言ってましたね。ああ、うん、その気持ちに変わりはね。頼みます。僕の方こそあなたに恩を返させてください。このハンマーでどんなものでも粉砕してみせますよ。お、いいんじゃない。あ、強いじゃん。パワフルスピン、愛用のハンマーを振り回しどんなものでも粉砕する。いいですね、頼りにしてるぜ。ハンマー男を解き放ってきたぜ。まあでも多分他にも味方にできる子はいるんだろうね。いや、なんか最終章って聞くとさ、いろんなことやってみたくなるよね。ちょっと待ってて。どれにするん？そう、これで売れないホストの悩み、多分これだよね、解放されたやつって。やってみるか。売れないホスト、売れないホストの悩み、よくある話だな。いや、まあ確かにね、人気勝負なとこあるからね。あんな？ところがその話はそこで終わりとちゃうで。そのホストのレンジっちゅう男が赤目さん一押しの猛者なんや。あ、え、これも戦える子？あんたのチームに招き入れることができたら戦力は間違いなしやで。そういうホストってのはどこにでもいるもんだよ。確かにね、いたわな。何のことや。いや、こっちの話だ。そいつに会いに行ってみよう。いや、まあそういうこと、キリュウちゃんは、あの、ハンジュンギを知ってるからかな、言ってんの。レンジはいつも小区長あたりにおるらしいで。わかった。ああ、カムロ町にもいるしな、強いホストは。レンジの元へ。え、ちょっとホスト会いに行ってみるか。どんなだろうな。この辺、
にレンジがいるらしいけど、あれかな、突っ立ってるやつ。この辺ってホストクラブあるんだ。これがレンジ？え？なんか思ってたのと違うな。もっとなんかチャラついてギラついてんのかと。おい、レンジってのはお前か。そうだが、あんたは、ええ、俺は上流という。あんたが腕が立つと聞いた。このチームに入って一緒に戦ってみないか。ただありがたい お誘いやな。ガキの頃から三度の飯より喧嘩が好きでな。この年まで負け知らずよ。あ、そうなんだ。でもホストになったんだ。暴れるのは嫌いやない。ぜひともお願いするわ。と言いたいとこなんやけどな。何か条件が。これな、田舎からナンバーワンホストになったるって大見え切って大阪出てきたんや。なんかその類の話前にも聞いたことあるな。せやのに未だにナンバーワンどころかトップ3にも。いや、難しいからな。男が一度宣言したことや実現さすまで途中でやめられへんわ。そっか。んだがあんたなら実現不可能な夢ってわけじゃなく見えるが、トップ3にも入らないでどうしてた。そんなこっちが聞きたいわ。接待に心を尽くし連絡をまめにしとる。思いつくこと全部やっとるのに全然なんや。なんだろうね。何か理由があるのか。客にでもちょっと聞き込みしてみるか。いや、太客がついてるかついてないかじゃない、そっか。早くナンバーワンになること祈ってるよ。客？レンジについて聞き込む。あ、噂があるのね。あ、グランドに行けば話聞けるってこと。ちょっと行ってみるか。この辺かな。レンジについて、うわー、チンピラいっぱい。この辺にレンジについて知ってる女はいないか。私レンジのことを推してるよっていう方。どこ？私レンジのことを推して、あれか。すいません、あの、すまないがちょっといいか。レンジというホスト知らないか。レンジ？あ、なんか評判悪いそうやな。すまんけど急いでんねん。ほなの。評判悪いの？レンジは客からの評判があまり良くない。え？あんなに尽くしてるって言ってたのに。なんかこの辺にもレンジのこと知ってそうなあの人かな。すいません、レンジ君について知りませんか。すまないがちょっといいか。レンジというホスト知らないか。あー、ホストのレンジ君な。店はたまに行くけど言い噂聞けへん子よね。態度でかいとかカッとなると手出るとか。なるほど、まあ、本人が手尽くしてるとは言ってるけど周りの評判こうか。そういう噂本当なのか。さあどうやろな。せやけどよう身にするのは確かやね。レンジの悪い噂かなり広まってるようだな。よくこの人間相手にする商売でこんなひどい噂が絶えねえんだよ。あ、あれかな。すいません、レンジ君について何か悪い噂を聞いたりとかしてませんか。あの、すまないがちょっといいか。レンジというホスト知らないか。なんやの、あんた警察？それか探偵？レンジついに事件でも起こしたん。そんなこと言われるほどに。いや、そういうわけじゃないんだが。レンジは事件を起こしてもおかしくないよねってなのか。なんや、人刺したとかで地元おられへんようになってこっち出てきたとか聞いとるからな。あ、マジ？噂にはおひれがつきもんだが、ここまで来るとさすがに疑わしいな。赤面連絡して裏取ってみるか。あら、もうええの？うん、助かった。そうだよね、そんな噂があるならまず赤目さんが知ってそうかなとは思うんだけど、どうなんだろう。こちら赤目や。どないしたん、上流。レンジについて聞きたいことがある。ええ、で何でも聞いてや。何が知りたい？初恋の子の名前？え、そんな情報まで持ってんの赤目さん、怖い。いや、それはいらね。レンジが暴力沙汰を起こして田舎から出てきたって話を聞いたんだが本当か。地元にいた頃は喧嘩っぽかったそうやけど、人を刺したなんてそんな事実ないで。事件レベルなら間違いようもないわ、断言できる。いや、そうだよね。なんかそんなに大事になってんだったら赤目さんが知ってるはずだよ。分かった、ありがとうよ。じゃあなんでこんな噂流れてんの。もしかしてその他のホストがその噂流してたりする。どうやらレンジの悪評には根も葉もない噂が混じってるようだ。もう少し情報が欲しい。聞き込みを続けよう。あ、なんかそっちの線路があるかもな。レンジ云々よりレンジの周りのライバルが蹴落とすために噂を広めてる可能性は全然あるよな。この人ですね。ちょっと聞いてもいいですか。あの、マネがちょっといいか。レンジというホストを知らないか。あ、知ってる知ってる。なんや、危ないやつやから指名したらあかんらしいね。あ、
指名すんなって言われてんだ、うん、その話誰に聞いたか覚えてるか。そんなん覚えとらんな。まあでもホストの子がよく言うてるからかな。またレンジが困難してなとかいうのホストの知り合いが多い気がするわ。同業者か、ありそうな話かもな。今度はホストに聞き込みしてみよう。あるな、それは。まあ、自分がね、それこそ指名がなくなるのがダメだから、まず他を蹴落とすっていうのはあるかもしれないけど。めっちゃレンジのことあっち行ったりこっち行ったりするぞ。この子か。男の子？ホストかな？あの。レンジってホスト知ってるか？気ままなホスト。レンジ？ああ、いつきさんとかの新入りやろ。ない、評判悪いやつらしいな。うん、やっぱ有名なんだな。その五木さんってのは、五木さんはレンジの店の子さんのホストや。もう長いこと雇って新人の頃世話になった人も多いらしいで。五木か、同じ店のレンジも世話になってる可能性高そうだな。ただおう、どうした。いや、なんでもない。そろそろ時間やから。いや、ただまで言ったんやて。家最後まで何か言いかけてやめたな。今度は五木ってホストについて尋ねてみるか。五木、なんか新しいキャラクター出てきたね。お、この人かな。お、なんかホストっぽいね。やっとホストっぽいのに会えたぜ。あの、いつきってホスト知ってるか。ああ、いつきさんか。そら知っとるわ。ホスト界隈じゃ有名人やで。あ、そうなんだ、ええ、面倒見のいい男らしいな、表面上はな。何？なんだと。じゃあ裏の顔は。これ俺から聞いてなんて絶対言わんといてな。ホストがベラベラ喋んなよ。まあでも聞かせてくれ。いつきさんをよく知る人の間では同僚への対抗意識が強すぎるって前から有名でな。有望な人新人が入ったりするとあの手この手で邪魔をして潰された若手は数知れずらしくてな。あの手この手って言うと悪い噂、例えば悪い噂を流すとか、そんくらい余裕でやるやろね。最近やとレンジってこの悪い噂知っとる。あれの出どころも実は五木さんやないかって。なるほどね。レンジは先輩ホストの五木に悪い噂を流されていたのか。助かったら安心しろ。あんたのことは多言しね。まあなるほどな、そういうこともあるか。はい、赤目さんやで、どうした。レンジの店の五木って古株ホストについて聞きたい。まあ前々から新人キラーって言われてる男やな。さすがの情報もだな。あんたが知ってるなら信憑性高そうだ。つまりレンジが被害者になっとるん。うん、それをこれから確かめる。いつきの居場所わかるか。あんな、そんなに何でもかんでもわかるわ。今なら小区長西のクラブサンシャイン。え、サンシャインにいるあいつ。蒼天堀であんたを敵に回したくはないもんだ。ありがとよ。本当に何でも知ってんな、赤目さん。すごっ。職長にしろ、クラブサンシャインに行っていつきと会おう。サンシャイン、サンシャインはね、フォーシャインが乗っ取られたところですからね。サンシャインは、あ、さっきのホストちゃん、これ。さっき噂流してくれたホストちゃん、ありがとね、さっきは。まさかこんなところで会えるとは。さあ、クラブサンシャインに着いたけれども、いるのかな。入れる？入れないよね。にゃんにゃんイベントをやってるけど、この辺か？ん？こっち側？あ、これか、お前。おお、なんかよく見てる感じのホストだ、これ。この髪型よ。お前がいつきだな。ああ。そうやけど、何の用や。今でもこういうタイプいんの？今ってこういうのじゃないんじゃないの？うん。お前がレンジのアクションを流してるって聞いたもんでな。いや。そら同僚言うてもライバルやからな。そんなうちらの妖怪じゃようあることやで。だとしても、バレちまったらそこまでだろ。あいつの足引っ張るのはこれっきりにしてくれ。レンジのやつは本気でナンバーワンホストを目指してんだ。だったらなおのことやめられへんな。何？どうして？ああ。アホな田舎もんやから可愛がってやったんや。せやけどあいつめきめき腕つけて、俺を超えられるわけにはいかんやろ。吠えさせてやれよ、それは。思った通り、ただのやっかみか。ま、こうなっちまったら正々堂々勝負するんかな。もう一つ手はあるやろ。何？ホストになれっていうのか、僕に。ん？あんたを黙らせりゃええんや。お前よくこの桐生一馬という男に喧嘩売ったよな。ほら、強いホストなの他にも何人か知ってんだよ。ゴリラみたいなやつもいたんだ今まで。
なんでホストやってんのかなみたいなゴリラみたいなやつだって言ったんだよ。お前なんか全然すぐにこうだこうだいつきえ。ホストが膝つきましたよ。いやでもなんか実力あるって言ってるもんね、あいつデンジは。クソ、これに懲りたら小細工やめるんだな。さてレンジに新卒隊に行こう。全部チクってやろう。でこいつの噂全部広めてやろう。おレンジいたいた。レンジ聞いて、なんかね、あの古株ホスト信じない方がいいぜ。あまた来たんか。上流さんやったな、うん、覚えててくれたか。ほら毎晩何人も覚えなあかんから訓練したもん。そんでなんか言おうか。いや偉いね、お前がナンバーワンになれない理由が分かってな。えなんでやったんよ、うん、お前の店にいつきって古株のホストがいるだろ。そいつがお前の悪い噂をあることないこと広め客を遠ざけていたんだ。いや嘘やん。お前もなんか上司絶対信じるタイプ。嘘じゃね。いつきさん田舎から来たばっかの俺を弟みたいに可愛がってくれたん。いつきさん悪く言うなら誰だろうと許さへんで。そういうとこよ、いつきに騙されるところ、うん、入りがたい野郎だ。ともかく一旦頭冷やしてもらうぜ。殴らしてもらうぜ。まあね、恩があるのはそうかもしんないけど、多分ね、いいように使われてるからそれはダメだぞ、エンジ。ちゃんと人は見ような。キューちゃん、なんでそこでずっとぐる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 回ってんの。まあ、私が多分ね、やってるんだけど。ほら、レンジ。目を覚ませ、レンジ。ほら。いやでもなんかレンジは頑張ってるっぽかったからね、ちゃんとナンバーワン取ってほしいけど。痛いモナカ。俺いつき本人の口から聞いた。あいつがお前を落とし入れてのは事実だ。そっか、ショックやな。いやショックだろうな。今までたくさん多分お世話にもなってるだろうしね、レンジ的には。けどこれで俺もナンバーワンホストを目指せるようになったんやもんな。若干ミスされたけど一件落着なんやもんな。今さらそれだけじゃ物足りねえって面だな。なら投資でもナンバーワン目指すってのはどうだ。え投資、最初に言うとったあんたのチーム入れっていうやつか。うん入ってくんな、キャストルの闘技場で一緒に戦おうぜ。当然だが簡単に達成できる目標じゃねえぞ。キャストル噂で聞いたことあるわ。そやな、そんなら決めたで、ね、投資とホストダブルでてっぺん取ったるわ。お偉いじゃないか。ああ上流さん、よろしくな。お、いいんじゃない、レンジが入ったね。喧嘩好きのボクサー崩れでやると決めたらとことんやるタイプ。ああ、いいですね。まあ、そういう子好きですよ。もうクソね、頑張ってほしいね。さあ、ポケットサーキットにやってから来ました。初心者公式大会。ここで勝利すれば初心者卒業。きちんとカスタマイズを練らないとこの大会勝ち上がれないぞ。ちょっとね、あ、デビルキラーコスト制限超えてますね。じゃあちょっといじってきていいですか。これをね、買ってみたいんですよ。うん、これでもうぴったりコストは合ってるので、一旦これでちょっと様子見ていいですか。いやー、でもちょっと難しいコースになってるのか。いや、これにさえね、優勝すれば初心者卒業らしいので、やってやろうと思います。このコースの主役は、なんといっても急カーブ。いやそうですね、気を抜くと一発でコースアウトしちゃうよ、うん、この辺ではあんまり加速しない方がいいね。俺のデビルキラー見とけ。漫画の主人公に憧れてポケサーを始めたという挑戦者。あれ、この道を入る横にも果たして漫画張りの熱い走りを見せてくれるのかな。みんな結構バカいかつい装備してる。え、横も尾道をいる。僕のステッカーよりでかい。腹立つ。みんな位置につけ。尾道が多い。いや、行きましょう。行け、上流くん。いいですね、いいですね。ブースト回数2回あるね。あとはもう、コースアウトしないように。ちょっと様子見るか。12周はするもんね。一番最後のあたりで1回ブースト入れてみてもいいかもしれないですね。ここの2つの坂が終わったあたりで1回ブーストよ。任していけ。危ない。行けるか。レンダやばいやばい。あーうっそー、マジ。視聴者はご覧の通り、
いやでも悪くなかったと思うんです。いや待ってください待ってください、もう一回やらせて。いや悔しいよな、わかる。なんということだ。せっかくデビルキラーにしてきたのにな。あちょっとだけねカスタマイズしてきたので、次こそ優勝目指してやろうと思います。ちょっとねコースアウトしにくいものを選んできたんですよ、部品も。で様子見ましょう。行くぜ。結構申し分ない話ではあるんですよね。ただどうしてもコースアウトしにくくなった分、スピード分は遅くなってしまったの。なんでここで1回ブーストを入れてしまう。でも連打準備だけしとこうな、上流くん。いいですねいいですねいいですね。あなぜだ、何が悪いんだ。再挑戦だ。いやもうスピード特化型にしてきて、ブーストをしないって決めた。ブーストするとコースアウトしやすくなっちゃうから、ナチュラルな上流くんを見ていただきたいの。様子見ていこう。で相手に抜かれそうになったらちょっと一回ブーストを考えよう。今もあなんでやばいやばい、いいですね耐えましたよ。まだブーストやばい、そこでブースト危ないよ。ありがとうございます。マジいろんなところでちょっと集めてこよう。全然勝てねえ、初心者から抜け出せねえ。さあ地獄チームランブルやってきました。キントラ祭典4。結構ね一人で突き進んできたんですよ。ただねここまで来るともう149,600という戦力、こういかついんです。であのでっかいのすごい怖いんです。でも仲間も増えたんです。僕行くぞー。さあやっていきましょう。結構周りがねいかつくなってきてるので、全然そのランク A が取れなくて今すごい悩んでるんです。最近の悩み何って言われたら、もうこれが全然 S ランクが取れなくなってしまったっていうことなんですけど、でもね仲間がすごい頑張ってくれてるので、もうこの道をが倒れようがみんなすごく頑張ってくれてるのでね、ひたすらもう僕もみんなのために戦っていこうと思います。ほらタコ殴りじゃー。お、いいですね。でもまあ全然か、1分半以上はかかってるもんな。これがね45秒以内に倒せたりしたら本当に S ランクとかもう C だもん、全然だもの。さあ、あの地獄チームランブルこの辺全部やってきたので、ゴールドとかねまだプラチナまでは行ってないんだけど、行けるとこまでは行ってきたので稼ぎはしたんです。お前ずっといるな。やる？どうせだったらここまで来たしな。上流。ヘイ上流、お前もプラチナランクだ。雑魚どもに構ってないで早く俺とやろうぜ。ダンブロディか、四天王が自らお出ましたを恐れいる。なんかプラチナランク倒したら来いみたいなこと言ってなかった？上流界ともども闘技場から叩き出してやる。そのための特別なイベントマッチを用意したぜ。受けるか上流。仲間の疲労状態、マジで、そんなことあんの？早く言いなよ。みんな、あ、疲労なってんやん。うちの歌舞伎役者が疲労状態になってるから、じゃあ不死鳥2機入れとくか。いいだろう、勝負を受ける。イベントマッチだかなんだか知らねえが好きにしろ、俺はどんなものでも構わない。認めたくはないが、やはり倒したい、大した度胸だ。オーケー、ならば始めよう。言っておくが俺の手下どもは手強いぞ。どのレベルなんだろう。でも結構あのゴールドランクの地獄チームランブルでも強かったは強かったんですね。プラチナ VS、 うわ強、これみんないけますか？みんなこれ戦えるおデブちゃんの集まりぞ。うちちょっと華奢な子ばっかりなんですけど、いけるかな。いくぞら、見せちゃれ、いくぞ、倒れたぞ。覚悟はいいか、みんなやってやれ。結構みんなおデブちゃんで怖いと思うけど、みんな頑張りたまえ。敵全体の体力回復すごい。セコブロディ、マジで。ブロディのやり方、セコい。この道をずっとダンブロディにボコボコしてるな。やったれ、みんな。多分制限時間内に倒せればいいって感じよな、クラクラクの。このダンブロディさえ倒せれば、でも正直、もうフルボコタイムですね。もう相手がダンブロディしかいないから、もうフルボコタイムに入りました。
お、やったんちゃん。タコ殴りでしたね。そろそろダンブロディの気持ちがもう追いつかんのちゃう。お、よかった。やっぱ時間内に倒せばって感じね。S ランク、ありがとうございます。みんなもありがとう。神山が疲れ果ててしまったな。サイドストーリー、四天王ダンブロディ。あいつどうなったの？この度はおめでとうございます、上流様。見事四天王の一角を切り崩されましたね。お客様も近年稀に見る盛り上がりでございました。ダンブロディの気持ち今どんなだろう？傷ついてんじゃん。おや、あちらからいらしてるのはもしかしてミゾロギ様では。あ、ほんとだ。上流。あ、来てくれたんだ。わしも客席から見とったで。あのダンブロディのチームにも完全勝利やったよな、ね、やっぱ。もうタコ殴りだったよね。やっぱり見込んだ通りの男や。あんたやったらウガ人にも勝てるかもしれん。いや、落ち着いてください、ミゾロギ様。いくらなんでもそれは気が早いというものです。そうだね。みんなも強くしていきたいしな。ブロディ様は四天王最弱ですし、もう何回もいいや、トム君、それやめてあげて。ウガ人様は彼とは別次元の強さですから。それでも、不動の四天王が初めて崩れたんや。うん、こんな時に夢見て何が悪い。そうだよな。しかもウガ人は最近、わしの店で取ったガジェットを使って戦っとるんやろ。とうとう衰えが見えてきたんちゃうか。いや、そうよな。なんかせこいよね、やり口が。キャッスルではどんな武器でも使用可能です。立場上私はウガ人様がどう戦おうとそれを悪くは言えません。じゃあったらしばらく口出さんといてくれ。わしは上流と二人で話すことにするわ。お、なるほど。おええか。疲れとるとこ悪いな、上流。けどほんのちいとばかし顔貸してくれや。いいよ。お、一天王撃破。ここでも一天王って言うんだ。ポケモンの方でもね、二天王三天王って言ってたけど、でもなんか言うなれば今僕が四天王みたいなもんなんじゃないの。確かに受付の兄ちゃんが言うてたように、ウガ人は異次元の強さを誇る男や。かつて実際に手合わせしたこのわしが保証する。いや、そうだよ。そういや、あんた言ってたな、昔ウガ人に若き日の夢を叩き潰されたって。さすがやな、よう覚えとったの。もう20年前のことや。当時わしは世界各地の格闘技を極め、人類の限界を超えた強さになったとすら考えていた。よほど強いんだね。どんな相手が来ても技の引き出しは無限にあって即座に対応できた。あの時は心身ともに絶頂期やったな。せやけど生まれた時代が悪かった。ウガ人いう男がおる限りわしはてっぺんに立つことはできんかったんや。そんなに大した男なんだな、ウガ人は。ずいぶん昔のことだろうに、あんたからウガ人への恐怖と敬意が伝わってくる。せやな、思えばわしがやつと戦ったのはただの一度きり。ベガスの近く格闘技場で出会うた時、ウガ人はその日がデビュー戦の駆け出しやった。あ、そうなんだ。経験も浅い、技の数も知れとる。けどウガ人の繰り出す愚直な拳は何よりも速く、そして塞ぎようもなく強かった。え、駆け出しでそんなに強かったんだ。逆にわしの身につけた技は何一つ通じん。それどころか見せたそばから奴に吸収されていった。たった一度の試合で何もかも奪われたんや。技もプライドも闘争心も全て。この間ガジェット奪われたことなんて比べもならんほどの絶望を味わったです。そうだろうな。なるほど、確かにそうだ。強さを極めた男だからこそだよな。以来わしは地下格闘技界を去って酒に溺れ、マフィアの用心棒やら武器の密売やらに手を染めて、20年後蒼天堀に流れ着いたっちゅうわけや。キャッスルの王者がウガ人と知った時、大した驚きはなかったが、ただちょっとしたいたずら心が湧いてきた。お茶目じゃないか。いたずら心？せや、いつかわしの作った武器やガジェットであのウガ人を倒せたら、それはわしの勝利とも言えるんやないかって。そうかもな。だがあべこべにあんたのガジェットを奪われて、今じゃ奴らに使われてるってわけだ。取られた奴はもう所詮旧式や。これからあんたがわしのガジェットを強化して新たな次元の強さを手に入れるんや。そうだね、強化していかないとね。それがウガ人を圧倒した時、この老いぼれもようやく世界最強を身近に感じることができる。今のわしにできるのはもうそれくらいのもんや。けど血がたぎって抑えきれん。強さを追い求めるのがわしの生きがいなんや。ミゾロギ、上流。せやからわしのガジェットをとことんまで強化してくれんか、上流。頼むね。あいにくチートばかし金はかかるけど、あんたにも絶対損したとは言わせんさかいな。ええやろ、うん、売り物取られて腕まで折られたってのに、そんなことはもうどうでもいいってわけだ。
あんたみてえな男に物を頼まれて断るなんて真似、俺にできるわけがね。そうだね、最強の武器にしてやるよ。お気にな。そっか、頼まれてくれるんやな上流。ほんまに感謝しかないわ。一緒にてっぺん取ろうぜ。ほな、わしは赤目ちゃんとこ戻るで。ほんでこれからも変わらずあんたをサポートする。わしらならやれる。二人で世界最強やで。いいパートナーですね。うん。イゾロギのやつ張り切りやがって。ならこっちも最強ガジェットを仕上げるために気合い入れて稼ぐとするか。お、サイドストーリー、ミゾロギの果てなき夢、いいね。いや、ミゾロギのおっちゃんがね、それこそ私は好きだからこそちゃんとね、夢を叶えてあげたいよな、最強という称号をね。とりあえずあのビップラウンジ行って、うん、あの課金おじさんとこ行ってみようかな。ちょっとある程度今お金が貯まったので入っていかなくとも、すいません、ちょっと仲間を増やしたいんですけど。金はなかなか人気になったようだね。よし、いい選手を紹介しよう。150万で貯めてきましたよ、うん、紹介してもらおう。よし、受けたまわった。お待たせしてすまない、連れてきたよ。お、お、ゲイリーじゃん。ゲイリーです。喧嘩ならお任せください。お、ここでもゲイリー会えるんだ。やった、ゲイリーバスターホームズ。いや、そうだね、カムロ町の地下闘技場で無敗の地下王者と呼ばれた男、即死とアンダークシーお好みはっていうやつね。いや、これ絶対入れよう。あ、僕が紹介できる選手全部だ。え、他なんかいないんですか、こう紹介してくれるおじさんみたいな。え、嘘、もっと欲しい。プラチナランク行ったらもっとくれたりすんのかな、どうなんだろう。上流、なんだよ。ヘイ上流、全くお前には乾杯だったよ。でもしてるのはまだ3人も控えている。何しに来たんだ。今からいっぱい稼ごうかなと思ったのに。次の相手はスピードスター鮫島国光だ。国光、部長っぽいね。ただでさえ速いのにシューズガジェットでさらに速度を上げた。やつを捉えるのはもう不可能だぜ。いいのか、俺にそんな情報渡しちまって。もう心ズタボロになったけん全部チクってやろうってなってない。もしかしてお前鮫島に負けてほしいと思ってねえか。うーん、実は最近キャッスル中が俺のことを四天王最弱って笑うもんだからよ。トム君も言ってたよ、お前が鮫島も倒してくれたら俺だってもう笑いもされなくなるだろ。なるほどね、ならお前のためにも鮫島に勝つとするか。噛むんだよ。その息だ上流。じゃあもうすぐにでも鮫島に挑むか。やつのは準備万端だ、あとはお前次第だぜ。え、ブローディも仲間になるよ。やってみよっかな、せっかくだったら。いいだろ、勝負受ける。ルールはそって決めろ、俺は何でも構わねえで。そうこなくっちゃな。お、あ、これか、パーフェクトヒューマンか。ちょっといいかい。よう鮫島、上流が挑戦を受けると言ったぜ。ブロディ、四天王最弱が気安く声をかけてくれ。言ってやんなよそれ、俺まで同類と思われるだろ。お前仲間に向かってひどいじゃねえかよ。傷ついてるだろブロディが。お前も俺に負けたら同じ立場になる。あまりダンブロディをバカにしてると恥を晒すことになるぜ。楽しめるのは達者な口だけじゃないだろうな。それに見合った実力を期待したいものだ。いいからさっさと始めようじゃねえか。ルールはどうする？よろしく頼む。これは孤高のスピードスター、もちろん怠慢でどちらが上か白黒つけてやる。怠慢か、それ禁止ね。サンズの川も一飛びで越えさせてやろう。四天王鮫島国光、嘘。さあ、対マンってことは1対1ってことだよね。でもこいつを捕らえるのが大変って言ったから、なんか殴ってみるやに近いんじゃないの。お前クソがよ、ずるいやつだ。鮫島ね、遠くこの国にいて逃げ出したらキリないけど、全然近くまで捕らえたらいけると思う。やばい、これは無理かも。やばいやばい、ちょっと待って、やめろ鮫島、鮫島やめろ。いやもう全然ガジェットが効かねえ、どうしよう。こいつどうすりゃ勝てんの。いけるか、あとワンパンぐらいいったらいける。あとワンパンだ、近寄れ。キューちゃん近寄れるか。うわ、あいつずるいな。
おっしゃー、お前ホタルも使うのかよ。いやでもよかった、ヒートゲージがないとこれは厳しいな。ライドストーリー、四天王鮫島国光、めっちゃしんどかった。驚きました上流様、なんと四天王の鮫島様まで下してしまうとは。プロで喜んでんじゃん。もしかしたら私たちは歴史の変わる瞬間に立ち会っているのかもしれませんね。だったらいいがな。おや、どうやらあなたのお客様のようです。誰？あ、お、最弱じゃん。上流、正直言ってお前の強さに驚いてる。俺たちは四天王という名の上に長くあぐらをかきすぎていたのかもしれない。ちゃんと反省するタイプのパーフェクトヒューマンだ。ああ、だがいくらお前が強かろうと宇賀神までたどり着かせるわけにはいかない。じゃあどうする気だ？上流！お前とお前の上流下に改めて団体戦を申し込ませてもらう。なぜ？しかも今回俺たちが最強の四天王のうちその3人までもが入るドリームチームだ。悪いな、大人げない真似して。四天王のプライドないのかよ。構わねえぞ、なんなら宇賀神も出したらいい。え、こいつじゃ団体戦の子ってこと？ジャスティス。あいにくだが、彼は群れることを好まないのでね。でもめちゃくちゃ中に人気が入ってんな。彼はジャスティス1975。科学者の両親から譲り受けたパワードスーツの使い方。どういうこと？科学者の両親から譲り受けたパワードスーツ？あ、ミュウツーみたいなもんすか。ミゾロギのガジェットも無用だと言って断った。だがその最大の武器は特殊な体や技ではない。瞬時に仲間の無意識へ働きかけ、強力な脳波で群れを動かす統率力にあるんだよ。ちょっと何言ってるか分かんないし、なるほど、だから組織戦で決着をつけたいわけだ。上流、君にも仲間を揃える準備が必要だろう。上流、いくらでも好きに時間をかけるといい。半端な強さでかかってきたところで到底私のチームにはかなわないだろう。戦いではなく一方的な殺戮になる。プラチナランクで目の肥えた客ともなると、その戦いは退屈だ。もっと楽しい戦いをしよう。そうだね、パーフェクトシューマイ、ヒューマイに結構負けてたからちょっと鍛えてこようかな。いいだろう。ただし私に戦いを挑むときは大切な仲間を使い捨ての駒にする覚悟で来てもらいたい。なんでそんなことを言うの？そうだ、もちろん私の方もそのつもりでいる。悪いやつだ。なんだと？おいジャスティス、じゃあお前俺たちを使い捨てだというのか？いやそうだよね、ブロディもだよ。あ、話の邪魔をするな。いや、なんだよ、やめてくれ、俺にビームが向けるな。いやブロディ超可愛いんだけど。ダンブロディは立場をわきまえるべきだ。君は四天王最弱なのだから口答え許されない。え、でもサメジも負けたよ。私の駒になることの何が 不服なのか。わかった、不服ないって。ブロディちゃんと抗え。そんなのが統率力なのか。だがまあわかった、こっちも最強のメンバーを揃えて挑むとしよう。よし、じゃあいいな上流、準備ができたら俺に声をかけてくる。逃げるなよ上流。なんでブロディがいつも受付役になってんの？四天王ジャスティス。でもそうなると確かに仲間は鍛えてこないとな。二天王撃破。お前友達みたいになってんやん。